布団1950年代頃まで嫁入り道具としてセット販売されていた布団一式。余儀も含まれている布団は日本で広く用いられる。寝具の一つ。畳やベッドの上に敷いて睡眠時に用いる。ベッドと違い収納することができる。主に人が上に横たわるための敷布団と人の上にかぶせる掛け布団に分けられる。 人が快適に寝ることを目的に用いる。就寝中に体温が下がりすぎないように保温し、また体重が体の一点に集中して痛みを生じたりすることがないようにする効果がある。このような効果を高めるために袋状に縫製した布の中に綿、ポリエステルなどの化学性に羽毛、羊毛などが詰められ、その詰め物が型崩れしないように閉じ糸や、 キルティングなどで固定されている。綿や化学繊維は掛け布団にも敷布団にも用いられるが、羽毛は主に掛け布団に、羊毛は主に敷布団に用いられる。同じ材質であれば、一般的に厚みのある方が保温効果が高いが、厚すぎると掛け布団の場合は重さで圧迫感を感じたり、敷布団の場合は柔らかくなりすぎて、整形外科学的に不具合を生じる。 可能性もある。もともと布団と書かれ、カバの出てきた丸い敷物に由来する。この段はマリーという意味である。現在は柔らかい材質を用いるようになったため、布団と書かれるのが普通である。鎌倉時代の貴人の寝姿。畳の上に寝て着物をかけている。かすがゴン元気より、江戸時代中期の遊女の布団。 式普段は高級遊女のステータスを示す三枚重ねの三つ、布団、掛物は厚い貝巻き。鈴木春信が現代のような長方形の綿入り布団の形が定まったのは明治以降である。畳が生まれた奈良時代から室町時代までは身分の高いものでも畳の上に横たわり、昼間に着ていた着物をかけて寝ていた。戦国時代に木綿栽培が広がり、 麺が作られるようになると、防寒用の衣服として、着物に綿を入れた形のものが現れ、それが、ヨ儀と呼ばれる、就寝用の掛物に転じる。また、江戸時代中期以降には、綿入りの敷布団も使われ始めるが、いずれもまだ富裕層のものであり、庶民は、藁や赤羽ノで作られた、むしろの上に寝て、着物を掛けたり、また、藁をそのまま使ったり、和紙で包んで、 神薄間に仕立てたりして寝ていた。掛物が袖や襟がついた形の余儀から現代のような長方形の掛け布団に変わるのは幕末になってからである。明治中期以降、次第に綿布団が一般庶民にも普及し始める。西川など規制の寝具を売る店も現れるが、昭和30年代頃までは家庭で作るものであった。また、地方ではこの頃まで バラ布団も用いられていた。日本では敷布団は畳の上に敷いて用いるのが伝統であったが、現代ではベッドの上に直接敷いたり、マットレスを敷いて、その上にマットレストッパーの代わりに敷布団を敷く場合もある。韓国や中国の東北部ではボンドルや床暖房が用いられるので、床に布団を敷くのが伝統的であるが、ベッドを使う場合もある。 寒い季節には、掛け布団を掛ける前に、肌布団という直接肌に掛ける軽い布団を併用する場合もある。逆に、暑い季節は暑いものでは、暑すぎて寝苦しくなることが多いので、暑さを和らげるために薄い掛け布団を使うか、代わりにタオルケットを用いることがある。また、中間期では、通常の掛け布団よりも少し薄手の合掛け布団を用いることがある。通常、 布団はそのままチーずに薄い布でできた布団カバーで包んで使われることが多い。布団カバーは定期的な洗濯を容易にし清潔を保つためのものである。宿泊施設などではカバーの代わりにもしくはカバーの上にさらにシーツを用いることが多い。この場合、敷き普段にシーツをかけ毛布を1枚から数枚乗せて最後にかけ布団をかぶせる。 合宿などで用いる研修所では衛生のためシーツを毛布の元にも敷き2枚のシーツの間に挟まれるようにして寝ることを推奨されるユースホステルでは袋状のシーツに入ってから布団に入るように規定されている干された布団畳みに敷いた布団は毎日就寝の前に収納場所から出して敷き広げ気象の後折りたたんで収納することが 慣習化されている。これを布団の上げ下ろしという。上げ下ろしすることで部屋を広く使うことができると同時に部屋にホコリが溜まることを防ぐことができる。現代では布団が収納されるのは一般に押し入れの中断であるが、これは昭和に綿入れ布団が広まった際、それまでのように畳んで床に置いておくだけでは湿気や髪の発生などが問題になったためである。 寝ついていた病人が回復し、病床を離れられるようになって布団を上げることを床上げという。また、布団を畳まずに敷いたままであることを万年床という。万年床は武将で不潔なこととされており、携帯としては万年床に他ならない。ベッドの導入の際などに、高齢者が抵抗を示す場合がある。屋根での布団干しの光景また、布団には、夜間、睡眠中に、 人間から排出される汗のために水分がかなり溜まる。そのため、時々、天気の良い日に古外に干す必要があり、これを、布団干しと呼ぶ。この時、布団が物干し竿から風などで落ちないように、布団ばさみを使って押さえておく。ただし、集合住宅では手すりを利用して布団などを干すことを禁じているところが多くなっている。このように、現代では、部屋の日照や、 生活時間の変化、景観に関する条例などから布団を干すことができないことも多く、こういった場合は、代わりに布団乾燥機を用いて湿度を減らすことが行われている、口術するダニの殺虫にも効果的とされている。布団は長く使用しているとダニが発生することが多い。ダニの糞や死骸はアレルギー症状を引き起こす代表的なアレルゲンであり、 アトピーやズダなどを持つ人にとっては深刻な問題である。除去方法としては、布団に掃除機をかけ、洗濯機で丸洗いすることが効果的とされている。また、よく晴れた日に黒いシーツをかけて熱を集めながら布団干しすることも効果的である。アレルギーを防止するため、最近では棒谷加工や抗菌加工が施されたアレルギー対策布団も販売されている。 アレルギー対策布団は、詰め物にポリエステル、布にポリプロピレンなどが使われる。布団干しの際には、布団叩きが用いられてきたが、布団を叩くことは繊維を痛め、ダニを殺す成果もないことから、近年では推奨されていない。ホコリやダニを除去するには、手で柔らかく、ホコリを叩き、布団の上から直接掃除機をかけるのが効果的であること、また、掃除機をかけた場合に、 ほこりとダニの量が最も減るのは木綿綿とポリエステル綿であることが NHK の番組で紹介され話題になった。近年では布団専用の掃除機や乾燥機が発売されておりより簡単に手入れをすることが可能になった。布団を保管する際や引っ越しの際には布団袋という布団一式を詰められる丈夫な布製の大きな袋が用いられたが、 現代ではあまり見られない。季節に合わない布団や来客用の布団を保管するためには多くのスペースを必要とするが十分な空間がない場合、掃除機で布団内部の空気を吸い出してコンパクトにする布団圧縮袋が用いられる場合もある。掛け布団のサイズは一般的には布団の作られ方や使用される生地のサイズによって異なるため、 厳密にサイズが決まっているわけではなく5から10センチメートル前後する。日本工業企画では、掛け布団のサイズとして次の10種類が定められている。羽毛から発生する微粉塵を長期間吸い込んだ場合、羽毛に対するアレルギーが生じ、過敏性肺炎や間質性肺炎を発症することがある。しかし、自身が鳥関連過敏性の体質であることに気が、 つかないまま重症化し、特発性肝質性肺炎や特発性肺性異症と診断されるが有効な治療が行えず、慢性過敏性肺炎に重症化する例が報告されている。ありがとうございます。